皆さんこんにちは。日本の大学全部行った男山内大司です。国立大学が公務員に超強い秘密という話をしたいと思います、えー。金沢大学を例に、国立大学の公務員の合格者数って非常に数字がいいんですね。いろんなまあ大学のホームページ等で就職データを見ますと、でこれなんでなんだろうとよく言われるのが受験が五教科だからだと。 ちゃんと国語数学理科社会英語を勉強しているから公務員試験の教養試験を突破しやすいと言われていますがそれだけではないんですね。実は入ってからの勉強がすすごいんですよなので多くの国立大学他の学校もあるんですが今回は金沢大学を例に国立大学がどうして公務員に強いのかの秘密を暴きたいと思います。えー、まず 金沢大学どうすごいかと、えー、令和元年度国家公務員総合職15人、えー、国家公務員一般職133人国立大学等法人職員119人石川県庁33人富山県庁21人福井県庁15人金沢市役所33人も受かってるんですね。もうみんんなな公務員になっとるんかいるかでこの強さの秘密は実は大学の授業とかではない。 政教がやっている公務員対策試験講座なんですねその東京とかと違ってその司法試験とか公務員の民間の大手の予備校って地方都市にはあんまりないんですよそこでまあ東北大学とか福島大学とか神奈川大学みたいな地方の大学では民間の予備校ではなくてなんとびっくり政教が予備校をやっているどこで大学の教室でそのまんま まあ2020年度はコロナ禍だったのでストリーミング形式の講義だったそうですけども一般的には金沢大学は結構金沢の町から遠いですから公務員目指す人は大学の中で授業がやってもらえるんですねその公務員講座。なんとたった1年でも90分 ×324 コマもやるこれはあの行政職一括受講コースの場合。ということでもうぎっちぎっちに正教の公務員講座バッチリやってるんですよ学校の授業とは別に。 でなんと講師が全国から金沢大学に来てくれる。まあ金沢大学ほどであればと。で、生協がやってますから当然低価格でして講座が二十七万円、教材費七万円終了。これで九十分掛ける三百二十四個もやってくれるんですからね。まあ理系の技術職は九十六個まで、講座が九万円で教材が二万五千円と実はもっと安いという。なんと授業を欠席しても DVD や動画で見られます。 ちゃんんと取ってあるんですねそして面接練習会や個別相談無料模試試験対策ガイダンスまでじっくりやってくれる上にこの特別講座は金沢大生しか参加できません金沢の他の大学の人は入れないわけです。ということでもともと公務員志望が多い上に受験は5教科やってる上に入ったらこの「生協の対策講座」がめちゃくちゃ質が高いんですね。そして 金沢大学から公務員になろうというかなり多い3桁の仲間たちと一緒に勉強ができるということであまり知られてないんですがこれ下手な塾より強いんじゃないかなというのを全国各地の国立大学がこういった公務員対策講座かなり正教の講座充実してますのでぜひですね公務員志望の人地方国立は侮れない強さですよというのを知ってもらってぜひ志望校としてご検討くださいありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。